えー、今月12日からのアクチュアリー二次試験を受験します。おお。今月12日か。あと2日だ、えー。仕事との両立が難しく心が折れそうでしたが、河野さんの勉強配信のおかげで、なんとか勉強を続けることができました。ありがとうございました。おありがとうございます。こちらこそね、すごい嬉しいですね。あと1日ですが、ラストスパート頑張ります。頑張ってください。もうね、最後の1日まで、あのー、諦めず、えー、しっかりね、 最後の最後まで悔いが残らないように頑張ってもらえればきっといい結果がついてくるんじゃないかなと思います。あのー、まず何より仕事と両立するって本当に大変なことなんですよ。本当に大変。だって、まあ、仕事が例えばですけど、9時から18時まであるとするじゃないですか、9時間。その9時間が終わった後に勉強する。もうそれだけで疲れてるわけなんだけど、せっかくその間勉強したとしても、翌日9時から18時まで 仕事しなきゃいけないわけですよね。9時間また。その9時間の仕事、そっちに頭を使ってるうちに、前日せっかく疲れ、仕事終わりにね、疲れてる中、勉強頑張った。のにもかかわらず、ね、頑張って、こう詰め込んだ、その努力をしたにもかかわらず、その9時から18時の翌日の仕事のせいで、またそれを忘れて行きやすくなっちゃうわけですよね。抜け落ちていっちゃうっていう。ね。だから、そういう、 形でまあ、本当に隙間時間縫いながらしかもアクチュアリーって相当難しい試験ですからまあ、頑張ったの本当に、えー、自分をね褒めてあげてほしいなと思います本当にお疲れ様ですあと1日頑張ってください社会人数の両立も大変ですしだから裏を返せば今あの中高生の皆さんまあ、大学受験に向けて頑張ってる方はあるいは大学生で 例えば公認会計士とか何かしらの資格試験に向かって勉強されてる方はあのすごいアドバンテージなんですよアドバンテージまあ大学受験はそれだけでアドバンテージがあるわけじゃないんですけど恵まれてるある目標に向かってその目標にだけ集中すればいいっていう環境は非常に恵まれてるわけですよその社会人になったらこれやりたいなあれやりたいなっていうやりたいことがあってもどうしても今の仕事があるから 片手間にならざるを得ないんですよね。何かに熱中するっていうことが、もう難しくなってくるわけですよ。その仕事を辞めたりしない限りね。そう考えるときに、そう考えると、まあ自分はこの目標を達成したいっていう何かの目標を掲げて、その目標に向かって、ね、がむしゃらに走り続けることができる。その環境にはね、ぜひ感謝して、で、まあ大学生の方もね、あのー、何かの資格試験に向かって、今、 受かるのが一番いいと。ね。社会に出てから、まあなんかをきっかけに、また資格試験に挑んでみようかな、じゃなくて、大学生っていう恵まれた、あの、時間を、に、しっかりと仕留めてやるんだっていう気持ちで頑張ってもらえたらいいなというふうに思います。